やー、ほんと綺麗ですね。やば。久々の2人のキャンプ来ております。はい、来ました。ここね、一番僕がね好きなキャンプ場なんですよ。一番、ちょっと嘘ついたかもしれないけど、かもしれないけど、でも 3位以内のキャンプ場で、なんか一番くつろげる綺麗し、キャンプ場に来ました。ね、ここは、どこでしょう。ここは和歌山県串本にある、はい、リゾート大島というキャンプ場になります。なります。広々していいんですよ。で、超高規格。そう、温泉があるから、ね、温泉ある。貸し切りの温泉もあります。ドッグランもある、うん、ワンチャン連れも完璧、僕ら借りてるのは展望サイトって言って、はい、多分6個か7個か、7組ぐらいしかできなくて、もう一個向こうとかにフリーサイトがあったりとかもするので、まあ、また後でちょっとお時間があったらお見せします。はい、今回ね、今撮ってるカメラが新しく買ったカメラなんですよ。ようやく来ました。はい、前回のキャンプの時に、山広さんが予約販売にね、ポチったやつです。はい、ようやく届きました。で、今カメラ2台は修理出してて、この今日は1台しかないので、これでちょっと撮っていきたいんですけど、はい、今これ撮ってるのが 8K で撮っております。すごいね。すごいすごい容量を使っております。これが 7R5 っていうカメラになります。はい、まあ、最新で 8K が撮れるというカメラになります。で、10ビットで撮ってるので、まあ、それがどんなもんなのかっていうのもちょっとこう、カメラやってる人は参考になるかなとは思いますので、よかったら見てください。で、今撮ってるのが 24GM1.4 っていうレンズになります。4時前なんですよ。ちょっとゆっくり来すぎたな。ゆっくり来すぎた。ね、明日なんかもう暴風なるから、ここはやめといてくださいって言われたんですけど、まあ、なんか風速10メートルらしいですね。うん、メーターぐらいやったらなと思って。まあ、慣れてはいるけど、ね、うん、特にすることもないんですけど、こう海近くのこう雲がある。ちょうど本当にこの真正面が海、すごい綺麗なオーシャンビューです。
展望サイトの中でも多分ここの場所が一番綺麗に海が見えるんじゃないかなっていう感じ、うんね、今日は紹介したいこともあるんですよ、うん、ポール新しく僕らが作ったベルポールかっこよいでしょ、うん、かっこよいよい、はい、前大きいボタンを使ってたんですけどあの大きさは廃止してこのもともとミニボタンっていうのをもうメインにすることにしてんな、うん、またちょっと特殊なんですよブラックじゃなくてもともとブラックの爆弾ボタンみたいなね、うん、あってちょっとかっこいいミリタリー系のやつを作ったんですけどそれの色違いこっちがね買ったんですよとうとうふわふわサイズ的には120ぐらいだったと思う、うん、ちょっと長めの感じで買いましたあの背面が高いものとかね、うん、ちょっと大きめの椅子だといやこれ買ってよかったです後ろにこうかけれるのでずれることが多分ほぼほぼないかな、うん、風吹かん限りで座ってもこうやってベロンってもそう、ね、このベロンってなんのが嫌やってんななんかどうしても冬は椅子に座ると寒かったからお尻が、うんうん、あともう一個だけもう一個だけ紹介させてもらっていいですかずっと欲しかったやつを手に入れてんなようやくねようやく手に入れたんですよちょっと見ていただきたいで、ご紹介したいのがこちらになりますバッシュさん、はい、あの大阪にある会社でウール 100% にこだわってるっていう会社で、まあ、僕らウールブランケットずっと欲しいなって言ってたんですよ、うん、あったそうイエーイいやめっちゃ嬉しいですなんかねどうせ買うならこだわってる会社のを買いたいと思ってウールって結構チクチクするっていうイメージもあったし、うんうんうん、なんか触ってみんとわからんし結構いい値段するから、うん、なんか失敗するのが怖くてなかなか買えんかってでとりあえず1個こっち手に入れてからめっちゃいいやんでなってそこはジュリさんのもねなったんですけどこれは僕の方がちょっと大きくてサイズはちょっと変えときますサイズはこちらのサイズになっててこれ今ちょうど2つ半分に2つ折りしてる状態ですかなり大きなブランケット昔の機械でこう職人さんが一つ一つ作ってるってい う, こうなんかストーリーがあって、うん、すごいで1日になんか10枚ぐらいしか作れないんですってでなんかそういうストーリー性もあって、うん、で結構ねそのコットンとか混ぜ物とかしてるブランケットが多いんですけど本当にウール 100% にこだわってるっていうのと、うんまあ、ウールがあったかいっていうのは分かってたんですけど、まあ、どの程度あったかいかっていうのがちょっとよく分かってなかったんですよほんまにあったかかったよなほんまにあったかかったそうだからこれはもうめっちゃおすすめしたいと思って今ご紹介させていただいてますもう見た目がねめっちゃ可愛いんですよ山広さんの方はかなりあの、うん、柄が全面的にウールは燃えづらい、うん、っていうのもあるので利点としてはこっちに向けると色こんなでこっちは白っぽい感じかわいい、うん、私のは結構シンプルな柄です、うん、色使いがすごい めっちゃかわいいよな私らしく緑、うん、で結構合わせやすいよなそっちの色の、ね、こっちの方が、うんそうね、車中泊する時とかも結構これあったかいしなそうもちろん下に引いてもいいし上にかけて寝てもいいしねいいしバッシュさん、バッシュさんぜひリンク概要欄にリンク貼ってますので、よかったら見てください。あのできる男はウールブランケットを車に積んどくといいですよ。できる女も積んどくといいですよ。できる女を積んどったらいい？できる女とウール 100% のブランケットを積んでおくと積んどいいやね。いい男です。ああそういい男ですね。っていうことです。はい、新しいものは、うんあまあ、最近購入したといえばストーブかな。うんまあ、ストーブパセコさんね、うん、ほんまにあったかい、ほんまにあったかい家でずっと使ってるすでにそうですね、うん、もうおすすめですと、まあ、いうことで夕暮れにもなってきてちょっと写真とか撮りたいのでちょっと写真でも撮ります、はいはい、How many smiles does it take to be happy How many times do you have to feel lonely Before you get the chance to meet someone Before you get to meet someone like youSongs. Can you write about heartbreak? How to go when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Come give me all your love. I want you to know we can make it together.なので
アイスでも買いに行きましょう。私はお酒。お酒。なんかここ結構ビールが売ってたような気がする。9時半なのに。もう一瞬で暗くなりそう。そうやんな。もう明日は雨降りそうな雰囲気は出てますね。アイスあるし、この間食べたやつ。これ美味しいよな。これじゃあ俺これにしよう。すぎるのでアイスにします。こっち、はい、ここコインランドリーと温水シャワー、あとトイレ、トイレと、はい、あります、はい。シャワーとトイレは向こう、もう一個奥です。はい。コインランドリーもあります。はい、クランピングある。たくさん。結構数が多いんだよね、ここ。夏になるとトイレになります。はい、アイスとサイダーです。となんか涼しくなってきた。いや大阪13度でこっちがね22度やったんですよ。まさかの22度、びっくりした。このライターねいただいたんですけど、めっちゃ気に入ってます。かわいいね、綺麗。これねなんかギミックが面白くて、概要欄にリンクを貼っとくんですけど、 IMOO かな、読み方わかんないですけど、こうライターつけて、これがこのままでももちろん使えるんですけど抜けるんですよ。で抜けてできるってまあ、風がちょっと強いってあれですけど、こう抜けてこうやって入らないけど、はい、できました。こっちはねこれで抜く必要はない。来る時のスパゲティ屋が、いやイタリアンか昭和やそうイタリアンやな、イタリアン、イタリアンで大量食べてきたんで、このリゾート大島に来るときは、うん、ぜひそこ寄ってください。海の見えるイタリアンがあるので、あとここはね10分ぐらいのところでスーパーがあるので、めっちゃ便利。串本やから魚がめっちゃありましたよ。結構大きなスーパーやし、うん、隣はホームセンターがあるから、テントお前貸し切りやフリーサイトもいないよね。コテージはおるけど、コテージだけ2組ぐらいとグランピングか。明日やばいことになるんちゃう、うん、ポール折れても責任取りませんっていうぐらい多分荒れると思う、うん、そんな荒れるか。でも風速10メートルだよ、うん、まあ、確かにここ全部吹き抜けになってるから一番強烈、うん、なんかここふもとっぱらのだだっ広さに似てるから好きなんかもしれない。なんか前も言ってた気がする。でもおまけに海やからもっとだだっ広い、幸せなこう時間です。ほぼ貸し切りやからそう思うかな。え、明日朝お風呂入れるもん。朝でもいいけどな。完全に貸し切っております。めっちゃ寒い。寒い、じゃあこれ使おう。寒い時は100% ウール 100% ウールです。結構極厚なんですよね、焚き火。まあでもするなら今やな。でもまだ5時なんやね、焚き火しようかな、せっかくやから。はい、ここからお見せするのは 8K の世界の焚き火シーンでございます。 8K の世界、 8K の世界はどんな世界でしょう。薪が本当にちょうどいい大きさだね。そのまんま入れてる状態。これで問題はないんじゃないよな。完璧っちゃ完璧。なんか結構真冬はやっぱキャンプファイヤーの方がおすすめはしたいけど、で結構この時期とかは芝生が乾燥して下が燃えやすいので、こういう低いって、うちとかはこうやって今は二重に折ったり、例えばこの二重に折ったところにアルミを入れたりすると基本的には下は守られるので、まあ、アルミを入れてください。うわ、いや、いいね。おお、ついた。どうでしょう、 8K の世界の焚き火は8K らしくなってるかな。これでジュリーさ、その横に座ってやってほしい。
いやもう一気に暗なりましたね。今は5時20分、さっきから20分しか経ってへんのに、うん、ええん優秀やな、ええ優秀まあ、あのキャンプファイヤーはもっと詰めるけど2人やったら確かにこれで十分じゃ十分、うん、あとなんかキャンプファイヤーの場合さ、うん、なんかどんどん薪入れちゃうよね。そうやな、消費量がすごいよね。確かにやっぱ足元あったかいのは最高、うん、この冬は十分暑い、うん、あったかいな。やっぱ、うん、エンソロをもう一回再販することにしたんですよ。エンソロ、エンソロっていうのはこの円のもうちょっと小さい版、英語サイズに、英語サイズに収納できるサイズの焚き火台なんですけど、再販してほしいっていう声が多く、あのエンソロ再販することになったので、よかったら買ってください。エンソロは結構お値段も頑張って販売してるので、すごいエモい映像になってるよ。すごいエモいだろ、エモい映像で。朝は7時から11時まで、あ入れるんや、入れる、朝入ろう。ちょっと見てほしいのがこのボタンの特殊なやつ、ブラウンとブラックの交互なんですよ。ランダムに、ね、ランダムと分かりづらいな動画やったら綺麗なんですよ。じゃあ結構高級感があって、またそれはそれでちょっと光り方が違うよね、うん、この上品やんな。こっちはこっちでこんな感じです。どっちも可愛いよな。タイプがちゃうからな、タイプが全然違う。でも好み分かれると思う、うん、お花柄になる可愛い、可愛い、桜か、うん、かわいい。かわいいよね。でこれ例えばストーンでもかわいい、かわいい、ね、かわいいな。ちょこっとちょこんとした感じ、いいね。ホールのこの引っ掛け部分も一応移動できるので、うん、あ長さ調節がね、そうそうそう、できるんです。こんな風に長くしたりとか調節ができるんですよね。そうそう、短くしたりとか、こうですね、こう。雨降ってきてびしょびしょになってきましたよ。まだ一時的なあれかもしれない。あ降ってる、あめっちゃ降ってきた。やばい、カメラをしまわないと。こっち側は垂らしときます。こっちはちょっと景色をね感じるため濡れても問題ないから。これやっぱ便利やな。それ便利やな。で温まるように感じる、感じる。あお水、お水俺昨日買ってきた、ね、忘れた。車に、家に持って帰った。家持って帰った。買ってきます。でもこれ分だけでいいの、うん、別に。来た。ようやくできた。美味しそうです。今日はチーズタッカルビ。はい。チャーハンはお腹空いたら食べる。はい。はい。お汁。はい。で今日はさっき買った梅酒。乾杯です。お疲れ様。いただきます。お、それを食べたら分かる。あ、お餅。正解。めっちゃパンチ効いてるな、これ。辛い。辛い。あ、辛い？あ、でも全然辛いの僕は好きやから。でもジュリー多分辛いと思って。え、そう。そんなはずじゃなかった。はい、可愛いクサ来ました。可愛い。可愛い。カツクサ。カツクサ、初飲み。うん、あ、違うね。木の味する。オオカミの。うん、木の味？オオカミの味？あの薪の味がする。薪の味。豚汁はやっぱりね、うん、山芋入れてくれてるから。里芋ね、うん、里芋欠かさず入れるようにしてる、うん、美味しい里芋、うん、あやっぱこう一人食べる豚汁美味しい、ね、来週も豚汁でいいや。来週俺あれ作ろうかなと思ってんだよ。キッシュ、キッシュってオーブンじゃないと無理だから。ダッチオーブンとかでやってる人はおるよ。上に炭のでも作ってる時間あるの、めんどくさいな。うん。多分。ということで楽しんでいきたいと思います。はい。はい、今が8時前。またこれ買ったやつ。映えを狙って買った。今の映えた。上からシフトしたいいやん、これ入れやすいし、入れやすい。今お風呂から上がってきて、うん、あの空見たら星がすごいんです。星がね、だか
から星観察とちょっとカメラ、うん、撮影しようかなと思って。なんか今日は見えないかなと思ってたけど曇ってたから。しかもじゃん。音するね。星がやばい。そう、ここの炊事がすごいの。うん、前もあの多分紹介したんやけど、うん、ペーパーついてるし、ゴミ袋。ねえ、すごい、ね。ここは貸し切りの天井です。ですね、まあ、ちょっとここは多分入ってダメなので、うん、これがグランピング施設になります。お風呂から上がってきて、結構ね風強いんですけど、それが気持ちよくて外におります。ね、満天の星空、幸せです。幸せです。もう見たくて見えるよ。ここがチャックが壊れてて雨が降ってきてます。いや全部壊れてるやん。え、全部チャック壊れてる。チャック、うん、全部ある。なんか通りで顔当たると思ったらそっちも全部開いてた。今朝、ね、6時半です。色づいててね、めっちゃ綺麗ですね。おお、綺麗。やば、すごいな、やっぱりな。おお、すげえ。本当綺麗ですね。やば、やっぱ最高の朝ですね。寝れましたか？寝れましたか？寝れたよ。全然。そう、寝れた。うん。で、寝れて5時ぐらいから起きて、うん、うるさいなと思いながら起きて寝て起きて寝ての繰り返し。それまではでも全然ぐっすり。頭ずっとパチパチ叩かれとったからさ。だから中央に寄りなさいって言ったのに、うん、まさか空いてると思わなかった。まあでも、まあ、風は強かって雨も夜中すごかったけど、今雨降ってないのは良かった。ねえ、めっちゃ気持ちいい。だからちょっと寒くないし、でも、うん、この時間帯にある程度積み込みます。濡らしたくないので。はい、ということですごく悩んだんですけど、とりあえずもうテントは撤収することにしました。今からね雨が降るんですよ。で、昨日めちゃ雨降ったのにテント乾いてるんですよ。このチャンスを逃すわけにはいかないと、はい、いうことで、とりあえずテントは片付けて机と椅子だけで漏れるとこまでおろうか。うん、もう今からは 90% 雨がもうずっと降るので、で本当テントがねどんどん壊れるんですよ。びっくりするほど、まあ、風が強いね、やっぱり、うん、動いてる。もうね、生きている。うちのテントは生きている。今がおお、生きています、はい、もう空飛ぼうとしてるからな。去っていこうとしてるの、うん、あれ、なんか引っかかってない？はい、はい、完了。はい、テント撤収しましょう。7時半早い撤収になりました。テントなしで雨降るまでくつろごうと思ってます。はい、朝はピザになりました。はい、いただきます。ピザほんま好きやわ。ここお茶漬けが有名なんですよ、串本って。カツオのお茶漬け。でも帰りがね11時半やから、ちょっとさすがに待ってられんから諦めます。本日のキャンプ終了となります。終了になります。はい、まあすごい雨降っちゃったんで、ね、もうとりあえず撤収していきます。今回は結構短いキャンプのね、うん、時間だったんで、動画自体もちょっと、うん、でもやっぱここはまた来たいなって思うぐらい、うん、やっぱ最高です、うん。
はい、本日のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。私たち夫婦は、登山とキャンプを楽しんでいる夫婦になります。はい、あと、アウトドアブランドベルクロートの、インスタもフォローしてね。はい、よろしくお願いします。ベルクロートのインスタフォローしてね新商品とかいっぱい出るから、登山動画は山広さんの、YouTube で上げておりますので、ぜひぜひ、あの絶景を見てほしいなと思います。ということで今回はこれにて終了。ありがとうございました。バイバーイ。